本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 ヤシ OK、 よー、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。車をお持ちの皆さん、車移動するときスマホやタブレットなどの電子機器を運転したいと思ったことはありませんか？こちら車載シガーソケット充電器です。ロードレスのレビュー動画をお届けします。最後までご覧ください。こちら開けていきます。本体のみが入っております。見ていきます。まずこちらタイプ C、 続いてライトニングケーブル、磁石がついておりますね。こういう感じでペタッと綺麗に収納することができます。では早速こちら特徴を見ていきたいと思います。まずこの本体、なんと4台同時に充電をすることができます。 Type C、iPhone、USB-C、USB-A ポート、この4つのモバイルデバイスを同時にフルスピードで充電することができます。まず Type C ケーブル 60W、 ライトニングケーブルは 27W となっております。こちらプレミアムポリマーチップ、インテリジェントチップによって過電流、過電圧、熱くなることを防ぎます。こちらの本体、幅広い互換性、こちらの充電器シガーソケットは12から 24V の車に対応しております。というわけでほぼ全てのシガーソケットを装備車に使うことができます。安心安全設計、カーチャージャーのポートに搭載した高性能 IC が iPhone と Android 端末を自動で見分けて最適な出力に調整して急速充電をしてくれます。こちら本体のパネル、 LED カーバッテリーの電圧とカラフルなインジケーターライトを搭載、嬉しい電圧のリアルタイム表示、電流異常、電源オフも搭載しております。また過電流、過電圧、ショートに対する荷重保護システムを搭載。こちら安全に充電でき、デバイスや車への負荷も保護してくれます。こちら見てお分かりの通り、 Type-C とライトニングケーブルが本体一体となっております。使わないときは本体に収納後マグネットが貼り付くので、これによって絡まることはなく、見た目をきれいにして収納することができます。コードってぐちゃぐちゃするかと思うんですけども、磁気固定巻き取り式ケーブルによってきれいに収納することができます。充電って基本すぐ使いたいと思うんですけども、触って引っ張るだけです。長さはここが最高ですね。はい、止まります。こちらもこれくらいの長さでございます。戻すときは一回ここ引っ張ります。そしてキュル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 となります。引っ張りを離しますとこのような形になりましたので、あとははい、綺麗に収納ができます。いかがだったでしょうか。こちらロードレス車載シガーソケット型充電器、改めておすすめポイントを紹介します。こちら最大4台同時に充電をすることができます。本体にはタイプ C とライトニングケーブルが初めから搭載しております。それら2つは急速充電にも対応しております。内蔵されてますケーブルは巻き取り型ですので、使わないときは見た目をきれいにすることができます。こちらの商品興味が出てきましたら、ぜひ概要欄をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。外していくよ。こちら見ていきます。 iPhone と Android 端末をシガーソケット充電器、同じくこちらもこうしてシガーソケットライト。